J リーグアンダー22を迎えたホームで前半から飛ばします。前半15分にはミッドフィルダー富田、29分にはキャプテンの清原が、スウェーデン金沢は2対0でアンダー22選抜に快勝し、今日負けた首位の町田と勝ち点で並びました。